追記しました。20-18-05-16-1、9時6分アメフ。と日大選手が、退部決。い、反則プレイ監督し。示せ、日刊スポーツ。あれだけのラフプレイ。をやらかした選手が辞。初的に退部するのはや。を得ない、が、パが。腹まがいに、これを命。辞て、試合後に、これを。正当化して開き直った。上に、選手を守る。と啖呵を切った、日大の。監督が雲隠れしたあげ。く、8月まで現場での。指導自粛程度で本。とうに逃げ切れると信。辞てるんであればこれ。ほど、おめでたい馬。鹿はいないわとしか。各アメリカンフ。とボールで対外試合で。常勤死処分を受けた日。ODL の選手は、退部。の意向であることが分。た、日大関係者が、15日に明らかにした。6日の関学対戦で、パスを投げ終えて無謀。備えな QB に、背後からた、クーズルなど3度の、ラフプレーで退場し、関東学生連盟から処分。も騒動は拡大する一方、責任を感じて決意し、たという、関係者は反。ノリが、内田正人監督の指、示せだったとも明かした。内田監督は連盟H、英日付で8月末まで現、上指導の自粛を申し入り、出ていたことも判明し、他、問題の経緯は、次の通り、5月6日都内での定期、戦で、関学大が21-1-4で日大に勝利も、非、ODL の悪質な反則部、例が起きる。7日関学大 QB が右、膝軟骨損傷と腰の打撲。で、全治3週間の診断受。蹴る。後に、左足の守備。手を訴える。9、非、関東学生連盟が理。こと会で協議。1、米日同連盟が、日大 D、L の対外試合禁止。非、大指導者に厳重注意の。処分。日大は、内田監督。が8月末までの現場より。シルベを自粛することを村じ、名に申し入れ、部の、部、ウェブサイトで謝罪文を掲載。関学大は、直接謝。罪がない日大に抗議文を送付。11日、関学大が抗議文を配布。発誌証明を受け取る。夜、日大コーチから関学。大いに、当該選手を連れ、て謝罪に行きたいと。の連絡が入ったが保留。する。12日。関学大の取りない監督らが。会見。抗議文への回答。期限を16日とし、うち。姿次第で来年度以降の。定期戦拒否の考えを示せ。取りない監督は、全体連。州で部員に一連の経過。を報告。日大の内田監。ただしはこの日の関大戦も、こうも姿を見せず、14日日大が予定していた20日法大、9月9日、東大、同10、日立大のオープン戦中、止めが決定。対戦相手3校が連名で安全優先を、理由に対戦を拒否した。数日前の MBS のニュースに続いて、水、2、日刊スポーツでも、あれは監督の指示でし、たという記事が、と、いうことはもうほとんど確定なんでしょうね。これ、個人的には、やらされた選手に、も、同情の余地はあるか、もしれないけど、ただ、やるにしてもあれほど、のあからさまのプレー、を、日本代表にまで、選出された選手がや、他以上、少なくて、僕を、でから1から2年は雨。とのプレーは無理で。少年。そんな日本。代表にも選ばれた選手。も鉄砲玉ぐらいにしか。思ってない日大の監督。やコーチ陣もそれ以上。に、クソったれとしか思え。いませんけど。スポンサーリークタブ。ん、関西学院側を怒らせ。る、回答しか来ない。と思う監督だけ。じゃない。
漢学大内部。に教皇論も、高知人。も、総辞職を、スポに。地で、昨日、日大。から、抗議文の回答。が届いたそうですが。まあ誠意は、全くな。い、テンプレートコピペ。みたいなのしか届いて。ないんでしょうな。アメリカンフットボール。ルの定期戦で、日大の線。手が悪質なタックルを。言った件で、負傷した。QB の所属する、漢学大。は15日、日大へ送付。していた、抗議文に対し、不返答を受け取った子。と明らかにした。開始。答え期限の16日より1日早く、この日の夜。日大のコーチが持参し、たという。内容は、名だ。はにしなかったが、子。絵を受け、17日には、漢学大は会見する。日大はこれまで法、2ページ上で謝罪文を、掲載しただけで、漢学大への正式な謝罪や説、民はなかった。その他、目、漢学大からは定期、戦存続の条件として、内田正人監督の辞任だ。けでなく、高知人の、総辞職を求める今日、口論も出ていた。試合。前に、内田監督が、相手、QB に怪我をさせる、と指示したという報道。もあったが、漢学を是非。係者も、プレーは、監督の指示である可能。性が高いとした上で、それを止められな。勝った、コーチ陣にも大、気な責任があると断。こと、また、内田氏は非、大の常務理事の肩書きも、持っており、もし追放、処分になっても、大学、二席を残し、院政を、敷く形になれば、部の、浄化はできないと指摘、する関係者もいる。まあ、関西学院サイドか、出すれば、あれを止め、なかった、コーチ陣って、何やってんの、って、怒るのは、至極当然で、少年、それと、の監督、仮に辞任して、も、院政を敷くぜ、あれ、って思うのも嫌は、理当然、まあ雲隠れし、ってコーチに回答書を届け、消させたりしてるよう、なやつですからね。しかし、スポーツの日、第4、運動部の活躍、を前面に押し出したし、M を流してるくせに、体、一回形態質は全近代的、なくそ古いまんまな、だが、あんな指示をで、下監督が常務理事と、歯をやってんだから大、学のイメージ的にも大、ダメージだと思うんだ。けどな、もしかしたら、体育会系気質が大学本、部まで浸透しまくって、るから、この常務理事、を、今更切れないの、かもしれないけど、ほう、将来に響かないかい。我であることを、今は祈り、るだけですわたん。乗りタックル食らった席。学大 QB は、腰椎損傷と、診断、日刊スポーツ。で、上記のスポニチ、の記事の最後の方にも、出てたんですが、内容、がダブルンで割愛しま、したが、精密検査の、結果が出たそうで、何、よりお大事に、日刊フットボール、の漢学大は15日、大との定期戦、6日、で、日大選手による反則、行為で選手が負傷した、問題で負傷した漢学大の2年生、QB 選手は、第2、第3腰椎トゲ間、靭帯、極間靭、肺損傷と診断さ、出たと発表した、14日に、兵庫県西宮市、うちの病院で、磁気共鳴が、増装置、MRI 検査、を受けた、神経に損傷、が見当たらず、今後は、痛みが軽減すれば練習、に参加できる見通しと、試合は6日、に、都内で行われ、日大、選手がパスを投げ終え、無防備な状態だった、漢学大の2年生 QB に、背後から、激しくた、くるするなどした、席、学大は、
後遺症の可能性は極めて低いと認識している。運動はしていないが、日常生活は問題ないと説明した。この問題で、関学大は、17日に再び記者会見を開く。さて、日大からの回答はどう来るか。結局、数日かかっても監督の指示ではない。悪魔。でも選手が勝手にやったものとか、あれは、あくまでもアクシデントでわざとやったプレーではないとか、も、前、関西学院との公式戦、等で試合の流れの出来、大の選手が怪我したプレーをほじくり出して、あくまでもあのプレーを正当化させるか、どっちにしても監督が矢面に立たずにこう、に汚れ役を任せてラフプレーした線での自己責任的な方向に持っていってる限り、あの日大アメフト部の監督の指導力も人間的な資質もお察しとしか言いようがない。低たらくしか待ってないような気がする。しかしあれだけのろ骨なラフプレーをやら出ておいて、たったの3ヶ月の活動自粛？ふざけんな。ぜひとも回答次第では刑事告訴も辞さないように、今後の日本スポーツ界に禍根を残さぬよう説くに、関西学院サイドには頑張ってほしいと思う次第です。はい、追記日大広報の予想通りなコメントに思え、わず失笑 W 悪質さ来る問題、監督指示はありえない日大が全否定ベリー。まあ日大側はここまで全国ニュースになってしまってるのに、危機意識がちっとも皆無のようで、6日に行われたアメリカンフットボールの日大と関学大との定期戦東京アメノバンタルフィルドで、関学大区ターバック QB 選手が日大守備選手から悪質なタックルを受けて負傷した問題で、日大の広報が16日本紙の取材に応じた。問題のプレーが内田佐藤監督の指示によるものであったという一部報道もあるが、担当ものはそれはありえない意図全面的に否定した。日大は関学大からの抗議文に対し、15日に回答を提出した文書の内容については明かさなかった。が、日大側は内田監督をはじめ指導者、選手に聞き取り調査をした。という、その上で指、機関が危険なプレーを指示したとされること、について、指導者も、選手も誰も、そんなこと、は言っていないと断、こと、改めて故意に、よるプレーではないと、し、試合の中で残念、ながら、偶発的に起こってしまったアクシデントだと認識している、との認識を示した。内田監督は、問題が来た試合以降、大概に、合わせを含めて、公の場に姿現していないが、単当社は四季を自粛しているわけではなく、仕事などが忙しいので現場はコーチに任せていると説明。また反則を犯した守備選手は現在休養しており、練習場にも合宿所にも姿を見せていないというが、同選手が対部の意向を示している。部については、損、事実はない。現在も、不倫ですと否定した。今回の問題を受け、関東学生連盟は、10日に暫定的な処分として反則を犯した。日大選手の対外試合で、条件し、指導者への厳重注意を発表。さらに、規律委員会で関係者、へのヒアリング調査を、上で最終的な処分を決める。また、
日大からの回答を受け、取った関学大は17日に記者会見を行う。日大もそれを受けて何だかのリアクションを検討するというが、日物会見を行うかは未定だという。すごいね。日大常務理事のアメフト部完全に逃げゲル気満々じゃん。爆おそらく関西学院側に渡された回答もこれとさして変わらないと思われるし、あだけの1回目のラフプレーを試合の中で残念ながら偶発的に掘ってしまった悪し伝統としか言うことえないんだろうな。ほのアメフト部の監督権日大常務理事おそら区日大本部ではナンバー2かナンバー3の人らしいから、日大側は全額挙げて守る気満々なんだろうな。でもこれらまあそういうだろうねとい予想通りの流れな。でこれで関西学院側をさらに怒らせて刑事告訴とかをされて、さらに厄介なことになる方をせんなんであればそれでいいや。多分ここまでくれば無罪方面はありえないし、もう日大アメフト部は10年は浮上するきっかけを失うでしょうけどね。しかしかの日本賞僕協会よりも日本大学の方が腐った組折りだったとは恐れい。たわ日大相撲部出身の力士や親方はものすごくたくさんいるけど、大学の方が腐ってたと。Wでは明日の関西学院側の記者会見を楽しみに待ちましょうか。ね、これが日大本部のスタンス意見なのか、それともアメフト部は監督や当該選手を含めて全面的謝罪なのか、とても危機管理学部がある大学とは思えねえ失笑ランキングに参加してます。クリックよろしくお願いします。この記事が気に入りたらいいねしよう。最新記事をお届けします。